くじり世界史、俺みたいになるなぁ。イエーイ、イエーイ。今回主役となるのは、説明不要のダイアン君、竜禅スター。良いイメージが一つもない。竜禅に対する評価は散々だ。例えば日本で大人気の三国志シリーズ、最新作での竜禅の能力は、戦闘の強さを表す統率が3、知力は9、政治に至っては4だ。10段階評価かい？いや、100段階評価だ。すべての数値が低すぎる。中国にはこんなことわざがある。フーバーチーダーエバオ。どういう意味だい？助けようもないあと。その言葉の通り、どうしようもない人物、という意味で使う。散々な評価だな。というわけで今回は、三国志最大の暗君として名高い竜禅の、まずは三国志演義での活躍から見ていこう。見ていこう。三国志演義での竜禅の登場はある意味華々しい。100万の曹操軍に劉備が攻められた際、竜禅と母親の韓夫人が行方不明になってしまう。中心中の中心である張允は100万の兵の中に入っていき、見事に幼き竜禅を抱える美婦人を発見した。なんで竜禅を抱えていたのが母親の韓夫人じゃないんだい？知らん。とにもかくにも、美婦人は竜禅を託して、自らは井戸の中に飛び込んだ。なぜ彼女は飛び込んだんだい？話の都合に決まってるだろう。そうじゃないとこの後の張允の活躍が書けないんだよ。よく覚えておくがいい。三国志演義の作者である羅漢中は、張允と孔明を活躍させるためなら、あらゆる手段を使うということをな。歴史の改変、事実の湾曲？そんなの一切関係ない。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。その後張允は幼き後を懐に抱え、100万の大軍の中を短期で駆け抜けていく。張允、かっこいい、張允。張允は血だらけになりながらも、無事に後を劉備の元に送り届けることができた。いい話だな。張允から後を受け取った劉備は、そのまま目を怒らして後を地面に叩きつけた。ひどすぎるー。お前のせいで子龍が死ぬところだっただろう。劉備は本気で怒っていた。劉備ひどすぎないか。この後竜禅の出番はしばらくない。おい、いい加減にしろ。この時代スマホなんてないだろ。しかし竜禅が何かをしたという痕跡は一切ない。びっくりするぐらい本当に何もない。竜禅が次に登場するのは、初登場から十数年後、劉備が死んだ後のことである。異様の戦いに敗北した劉備は、死のとこに孔明を呼び寄せた。我が子が器でないようなら、君が代わって国を治めてくれ。劉備は竜禅の暗愚さを見抜いていたんだな。しかし孔明は忠義の士。全力で竜禅を補佐することを劉備に誓った。泣ける話だ。皇帝になってからも竜禅は特に何もせず、面倒なことはすべて孔明に任せて、自分は宦官の高校と一緒に遊んでいた。孔明が必死に政務を行っていた時も遊んでいた。孔明が南蛮遠征に行った時も遊んでいた。孔明が北伐して芝居と戦っていた時も遊んでいた。遊んでばっかじゃねえか。しつけいな、高校に孔明が謀反を企んでいると吹き込まれて、孔明を呼び戻して、絶好のチャンスを潰して芝居をアシストしているぞ。敵をアシストしてどうする？それでも孔明が生きている間はまだマシだった。孔明が死ぬと高校をはじめ宦官への寵愛が加速し、一切政治を行わず、昼間から酒を飲んで楽しく暮らしていた。その間も孔明の後継者たちは義と必死に戦っていたのだが、竜禅はその間も必死に遊んでいた。登場してから今までずっと遊んでいるぞ。しつけいな、必死に義と戦っていた脅威を、高校の残言によって呼び戻して、義に絶妙なアシストをしているぞ。だから敵をアシストすな、キーパーがオウンゴール決めるようなものだぞ。ゴーオー。やかましい。まあそんなこんなで孔明の意志を継いだ脅威は義と戦い続けていたが、
機の別動隊が来ると友禅は戦いもせずにあっさりと降伏した。こうして蜀漢は滅びたのである。本当にオウンゴールを決めてしまった。ゴーもういいわ。高校は処刑されてしまったが、友禅は蜀漢が滅んだ後も楽しく暮らしていた。この人いつも楽しそうだな。ある時友禅は、蜀漢時代からの家臣と共に、芝生から宴に招かれたことがあった。その時蜀の音楽が流れたので、蜀漢の部下たちは皆涙を流して故郷を忍んだ。滅んでしまったふるさとを思って涙したんだね。しかしそんな中、友禅は一人楽しそうに笑っていた。それを見た芝生は、友禅にこう話しかけた。蜀を思い出されますかな？そう聞かれた友禅は、満面の笑みでこう答えたという。いいえ全然、ここは楽しいので、蜀のことなど忘れておりました。死んだ兵士たちが浮かばれない？それを聞いた友禅の部下の激正という人物は、友禅をいさめて次のように言った。あのような質問をされたら、先祖の墓なども蜀にありますので、悲しまぬ日はないとお答えください。芝生はこのやりとりを知っていたようで、後日再び友禅に蜀を思い出しますか？と質問した。すると友禅は笑顔でこう答える。先祖の墓なども蜀にありますので、悲しまぬ日はありません。そのまま答えたんだ。芝生は今おっしゃったことは激正殿が言われた通りですね、と言ったので、友禅はその通りなんですよ、と言って大笑いしたという。ダメだこれは。その後友禅は何不自由なく死ぬまで遊んで幸せに暮らしたという。多分どの昔話の主人公よりも幸せに暮らしたんだろうな。とまあ、ここまでが三国志演義での友禅だ。政治力4にふさわしい人物だった。一般的な友禅像は三国志演義によって作られたものだと言えるだろう。なのでこれからは、果たして本当の友禅はどのような人物だったのかを見ていきたいと思う。このチャンネルっぽいね。というわけで引き続き正史三国志における友禅について見ていこう。見ていこう。先ほど趙雲が100万の兵と共に幼き友禅を救った話をしたな。趙雲かっこよかったね。あれは大きいか。作り話だったというのか。趙雲ファンには秘宝だが、三国志演義における趙雲に関する話は9割以上が作り話だ。悲しすぎる。趙雲に関しては記述が極端に少なかったため、羅漢中が自由に動かしやすかったんだろうな。この場面における実話は次のような感じだ。早々に攻められた劉備は、妻子を見捨ててさっさと逃げ出した。いかにも劉備らしい。その時趙雲は幼き友禅を抱いただけらしい。100万の兵に突っ込んだ話は？そんなものはない。趙雲は幼子を抱いた。すなわち公主である。正史三国志にある記載はこれだけだ。それだけの記載からあれだけの話を作ったというのか。羅漢中の才能には感心するよ。なお、演技では友禅を助けるために井戸に身を投げた理不尽だが、特にこの時命を落としたような描写は一切ない。それも作り話だったのか。なお趙雲は、友禅の母である漢夫人のことも保護したようだ。理不尽は犠牲になったのだ。多少の脚色は良いとしても、実在の人物を勝手に殺してしまうのはなぁ。歴史と創作における永遠のテーマだね。友禅について語る前に、どうしてもある人物について触れておかねばなるまい。ある人物とな。劉邦という人物だ。そやつは何者だい。友禅が生まれる前に劉備の養子になった人物だ。友禅が生まれたのは、西暦207年のことだったと推定されている。劉備が生まれたのが西暦161年のことなので、劉備が45歳前後に生まれた計算になる。それまで劉備には男の子がいなかったので、劉邦が養子に迎えられたわけだ。その後劉禅が生まれたわけか。実は三国志演義ではこの順番が逆になっていて、劉禅が生まれた後に劉邦が養子になっている。なぜ羅漢中は順番を逆にしたんだろう。劉禅が生まれる前、劉邦は劉備の後継者であった。しかし先の話をすると、劉備は劉邦を処刑している。
何か理由がありそうだね。この点三国志演義ではどうだったかというのを先に見てみよう。関羽が余毛に攻められた際、劉邦は毛達にそそのかされて関羽を見捨ててしまった。その後毛達は劉邦を裏切り、劉邦は使徒生徒に逃げ延びる。しかし劉備は怒り、劉邦を処刑してしまった。義兄弟を見捨てたので養子を処刑したのか。しかし劉邦が毛達の勧誘を断っていたことが孔明によって知らされると、劉備は劉邦を処刑したことを後悔し、病気になってしまう。これが三国志演義でのエピソードだ。悲しい話だね。では実際にはどうだったか。慶州で養子となった劉邦は、益州攻略戦に参加し、随所で武功を挙げたと正史には記載されている。優秀だったんだろうね。それが問題だったんだろうな。劉備はおそらく、早い段階から、劉禅よりもはるかに、劉邦の方が優れていることを見抜いていたことだろう。もし自分が死ねば、家臣たちはみんな劉邦についていく未来が見えたのではなかろうかと思う。どう考えてもそうなるね。だから劉邦は始末しておく必要があった。関羽が余毛に攻められた際、劉邦が援軍を断ったのは事実だ。断ったのか。送りたくても送れない状況にあったのだ。何せ劉邦は毛達と共にその地を平定したばかりで、とても出兵できる状態ではなかった。三国志演義だと毛達にそそのかされた形になっているが、実際にはそのようなことはない。もっとも、毛達と劉邦は平素から非常に仲が悪かったようで、毛達の軍団を劉邦は没収してしまっている。これが原因で毛達は義に降伏してしまう。そして毛達は徐行などと共に劉邦を攻撃、毛達は劉邦に降伏するよう手紙を送るが、劉邦はこれを突っぱねてしまう。すると今度は内側から反乱が起こり、劉邦は生徒に逃げ延びるしかなかった。演技とはだいぶ違うね。ここまでも違うが、これから先はもっと違う。三国志演義では劉邦の処刑を止めようとした孔明だが、正史では劉備に劉邦の処刑を進言している。まるで真反対じゃないか。三国志演義では、どうしても劉備と孔明を絶対善として描く必要があった。だからこのエピソードは記載したくなかったんだと思う。そこで大幅な改変を行ったわけか。孔明もまた、劉禅の器では劉邦を扱いきれず、陣営が二分されることを危惧していた。毛達の言葉に従わなかったことが残念だ。劉邦は最後にそう言い残して死んでいったという。なんと言えばいいのかわからない話だな。よくある話さ。無能な我が子を守るために、ライバルになりそうな有能者を排除することは、いくらでも例が挙げられるね。そしてそういった組織が繁栄していった試しはない。劉禅の帝位は、このようにお膳立てされたものだったと言える。皇帝になるまでの劉禅の記載は、正史三国志においては驚くほど少ない。演技と違って、正史に初めて出てくるのが西暦219年、劉備が漢中王となった年で、この年正式に王太子に指名されている。次に出てくるのは劉備が皇帝になった年で、この年劉禅は皇太子になっている。そして次に出てくるのは西暦223年、皇帝に即位した時である。わずか17歳で皇帝になったわけか。それゆえに軍事経験は全くない。その後食官内では妖怪や皇帝、異民族に豪族などの反乱が相次いだが、食官政府はこれらを次々と平定していく。三国志演義と違って、この時期高校などの宦官が力を握ることもなく、西暦224年には農耕に勤め穀物を増産し、関門を閉ざして民を休息させた、とある。あれ、全然無能じゃないぞ。次の年から孔明の南方遠征が始まり、蜀官は南部に大きく領域を広げた。これまで黄河流域が中心で、実質的に長江北部までが漢民族の領域だったのが、南方に広がったのが三国時代と言える。この時代、漢民族のほとんどが黄河流域に住んでいて、蜀官も後も人口が非常に少なかった。なので両国ともに南方に勢力を伸ばし、これまで異民族とされてきた人たちも、
積極的に陣営に引き入れることとなったのだった。後も積極的に三越と呼ばれる異民族を自軍に引き入れていたね。義母郷土などを積極的に自陣に加えたが、そのことが三国時代の後にやってくる、秦の時代の滅亡を早めたと言える。秦は郷土などの異民族によって滅ぼされたのだ。まあ、そのあたりの話はまた別の機会にしよう。ぬぬ、これはチャンネル登録しておかねば、ちらり。南方を平定した後、孔明は北伐を開始した。しかし残念なことに、北伐で食感が得たものはあまりなかった。西暦234年、孔明が死んだ。そしてその余波で義援も死んだ。これにて食感には戦闘校舎が存在しなくなってしまった。詳しくは、諸葛亮孔明、を見てね。演技では龍然は孔明の北伐を邪魔しているが、実際にはそのようなことは見受けられない。国政に関しては完全に孔明に任せていたようだ。孔明亡き後は、大将軍の荘園が食感の実権を握った。荘園も孔明の後を継いで北伐を継続したが、成果を出せないままに病気になって死んでしまう。なお、西暦236年に、チベット系民族である、低族の不死が、食感内部に移住してきた記録がある。おそらくは、五胡十六国時代に華北を支配した、不健の先祖であろうと思われる。詳しくは、不健、を見てね。だんだんと異民族が増えていったんだね。五胡十六国時代の足音が徐々に聞こえてきたな。さて、食感内部では、北伐をめぐって意見が割れてしまった。荘園の後任である大将軍の比叡は北伐に反対であったが、姜維は断固として北伐を主張した。三国志演義では姜維は孔明の意志を継ぐ者として、絶対善、として描かれているが、実際にはどうだろう。悪者かい、悪者なのかい。善悪なんて簡単には決められんさ。しかし姜維が強行した北伐が、食感の衰退を招いたのは疑いようがない。これより少し先の、西暦263年の人口統計によれば、食の人口は約94万人、対して義の人口は約440万人ほど。4倍ほども違うのか、と共に減ったねー。前漢の最盛期には6000万人に届こうかというぐらいいたのにな。食感の北伐が、両国の人口減少の原因になったのは確かだろう。そして人口が減りすぎたために秦は政権が維持できず、五胡十六国時代が始まったというわけか。先ほども触れたように、漢民族だけでは戦線が維持できず、異民族の力を借りる必要もあったからな。魏と蜀漢の戦争は延々と続き、西暦263年には、ついに龍然は魏の当該に対し降伏を申し出る。この時姜維は魏の紹介と戦っていたが、当該が別ルートで成都に向かい、孔明の息子である諸葛瞻を撃破したため、龍然には降伏以外の選択肢はなかったであろう。なお、実際に蜀漢内で孔明が力を握ったのは、演義よりもはるかに遅い、西暦258年のことだと明記されている。孔明が死んでから20年以上も後のことなのか。党員が孔明などの宦官勢力の伸長を必死に抑えていたのだ。しかし彼が亡くなると歯止めをかける者がいなくなり、次第に孔明が権力を握るようになった。この孔明が姜維と非常に仲が悪くて、姜維は龍然に直接孔明を処刑するよう請願している。しかし龍然はこれを聞き入れず、以降蜀漢の成都政府と姜維は、疎遠に近い関係にまでなってしまう。そこを義に疲れて蜀漢は滅亡したと言える。なお、正史三国志の作者である陳寿は、かつて蜀漢に仕えていたが、孔明によって失脚させられたとする説もある。確定ではないのかい？これより数百年後の唐の時代に書かれた新書にある記載なので、信憑性が議論されている。ただ、孔明の戦王はまあまあひどかったようで、気に入らない人間はすぐに左遷していたり、上層軍を握りつぶしたりしていたようだ。どこかで見たようなパターンだな。秦の長江も同じようなことをしていたな。詳しくは、史上最悪の宦官長江、を見てね。都合の悪いことは孔明のところで止まっていたため、
竜禅は義の軍団が迫ってきたことさえ知らなかったと言われている。大本営発表を信じていたわけだな。竜禅は人を疑うということを知らなかったらしい。これまで見てきてわかるように、竜禅が何か自分から積極的にしたことは皆無と言える。確かに、竜禅の意志みたいなものが何も感じられない。この点はローマ史上最悪の暗君、ホノリウス、と共通する点だな。詳しくは、ホノリウス、を見てね。暗君には、積極的暗君と消極的暗君の二つの種類がいると思う。積極的に行ったことが国力を衰退させるタイプと、何もしないことで国力を衰退させるタイプ。前者の代表が、湿地王順、で、後者の代表が、ホノリウスと、竜禅だ。詳しくは、湿地王順、を見てね。正史三国志の作者である陳寿は、竜禅について次のように評している。賢明な宰相に政治を任せている時は、道理にかなう君主であったが、宦官に惑わされてからは暗愚な君主であった。天に白い糸はどうにでも変わるものであり、ただ染められるままになる、とあるのは、なるほどもっともである。なるほどもっともだ。個人的な感想としては、紙一重だな、と思う。何と何が紙一重なのかね。漢の高祖こと劉邦は、あらゆることを人に任せることで天下を取った。あの最強の敵、覇王公を破ってだ。詳しくは、覇王公、を見てね。あらゆることを人に任せる、という点では劉邦も竜禅も同じだったと言える。でも片方は暗君で片方は希代の英雄だね。だから紙一重なのさ。もし孔明がもっと長生きして、北伐を成功させていたら、竜禅は希代の名君になっていたかもしれない。劉邦が長領に全てを任せたようにかい？所詮は勝てば官軍負ければ俗軍。結果が全てだ。陳寿の下した評は、この上もなく的確だと思う。竜禅は部下次第で何色にも染まる。その点が劉邦とは決定的に違う。劉邦は知力も武力もそれほどであったが、人を見る目だけはずば抜けて確かであった。それゆえに内心に騙されることなどはついぞなかった。竜禅には別にそのような能力はなかった。劉備や孔明の敷いたレールの上に乗っていただけだ。だから孔明が亡くなりレールを敷く者がいなくなれば、蜀漢が滅亡するのは必然だったと言える。竜禅は疑いようもなく暗君なのだが、蜀漢はもともと人口も少ない上に肥沃というわけではなく、さらに人材も圧倒的に不足していた。人口も約5分の1ぐらいだったもんね。竜禅の治世は40年と実はかなり長い。参考までに、始皇帝によって秦が統一国家になってから滅びるまでが約15年。隋の煬帝の治世は約14年。隋が統一国家となってから滅亡まででも約37年。そう考えると竜禅の治世は長かったねー。さらに滅亡について考えると、高校のせいのようにも思えるが、原因としては、三国志演義では絶対禅として描かれている。脅威の無理な北伐の方が大きかっただろうと思う。ひいの言った通り、国力の増強に努めていれば、もう少し蜀漢は長く続いていたかもしれない。人口が少ないのに戦争したらさらに少なくなってしまうよねー。竜禅は暗君であることは間違いないが、紀宗やホノリウスに比べれば、その度合いははるかに低いと言えるだろう。そのあたりと比べればねー。良くも悪くも、暗君ワーストランキングがあったら、竜禅は中華史だけに限ってみても、ワースト5にも入らないほどであろう。竜禅がそれほどひどい暗君であれば、40年という長い期間国が持ったわけがないのだ。煬帝や紀宗がそれを証明しているねー。ではなぜこれほどまでに竜禅に暗愚なイメージがついているかというと、ひとえに三国志演義のせいである。先ほども触れたように、三国志演義では、孔明や張允を絶対的正義として、事実をねじ曲げてでも活躍させた。確かにそういう面が強いねー。そのために歪みが生まれてしまい、多くの歴史上の人物が被害を被ったと言える。孔明の意志を継いだ絶対正義。羅漢中は孔明退場後の主役に脅威を据えた。竜禅が暗君なら暗君なほど、脅威を応援する声が高まる。
孔明の後継者は絶対正義でなければならない。この呪縛が友禅を必要以上に暗訓にしてしまった。なお、司馬将が友禅に故郷が恋しくないかと尋ねる話だが、正史三国志には記載がなく、関心春秋という資料に記載があるようだ。ようだ？すでにその資料は散逸しており、廃将氏が残した中にその引用があるのだ。あの話は演技のオリジナルではなかったんだね。なおその引用によれば、友禅の様子を見た司馬将があれでは孔明がいたとしてもどうにもならなかっただろう、と言っており、それが冒頭のことわざの元となったと考えられている。三国志演義より前から友禅には暗愚なイメージがあったんだね。なお、蜀漢滅亡の原因と言われる高校は、当該によって殺されそうになるが、当該の側近に多額の賄賂を送って助かっている。三国志演義では最後は八つ咲きにされるが、正史には特にそのような記述はないので、天寿を全うしたのではないかと思う。そういうもんだよな。友禅はその後も長生きをし、西暦271年まで生きた。結果的に司馬氏や司馬将よりも長生きしている。ストレスなさそうだもんな。権力を求めるだけが人生ではないのかもな。友禅は間違いなく暗訓であったが、友禅の生き方は間違っていたのだろうか。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。